三浦沙耶を演じました山田アンナです。本日はお越しいただきありがとうございます。初日ということで、正式には一番最初に見てくださったお客さんだと思います。映画いかがだったでしょうか。ありがとうございます。長い時間ではないですが映画のお話できたらなと思うので楽しんでいってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に今回は純としてずっと現場にいらっしゃったのでやっぱり私もさえとして一緒にお芝居させてもらってすごく楽しかったしもうずっと引っ張ってもらってたっていう感じです。はい、そしてすごい山田さんとの共演いかがでしたか。山田さん、アンナちゃんは本当に僕の方が年は上なんですけど僕の方が年は上なんですけどすごいなんか先輩みたいななんかあんまり話しかけていいのかなみたいななんかそういうちょっとなんか大物みたいなオーラがあってなんかすごい、まあアンナちゃんもふーちゃん同様話しかけにくかったですね最初は。はい、怖かったです。どうやって仲良くなっていったんですか。アンナちゃんはなんか なんですかね、まあなんか僕が一番覚えてるのは僕手が小さいんですけど同じぐらいだって言って手をこう合わせてくれて全然覚えてない。本当に俺はもうその時ドキドキで手が合ってるみたいなその印象が強いですね。山田さんは全然覚えていない。全然覚えてないんです。本当ですか。でも撮影中もりょうたくんすごく、まあ、一生懸命というか、まあ、現場多分初めてですごく何ですかね日々なんかちょっと緊張してるのかなって思う日もあってその印象で止まってたのでこの間なんか取材みたいなので久しぶりに会ったらなんか違う人が来たんじゃないかってくらいびっくりしてちょっと恥ずかしいですねその話はこっちこれがりょうたくんなんだって思いました。あと今思い出したのはサンシャイン水族館でナオさんとペンギン見ながらアフレコしてるところが楽しかったです。なんか台本に書いてあってどうやって読むんだろうって思ってたんですけど意外とやってみたらノリノリでなんかあそこでこうさえのなんか好きなものについて話す時の楽しそうな感じが出せたらなって思ってたので自分自身もすごく楽しみながらお芝居してました。すごくペンギンっていうのもね、まあ、水槽の前でのシーンも印象的ですしね。